太陰太陽暦とは、太陰暦を元とするが、太陽の動きも参考にして、純月を入れ、月日を定める暦のこと。紀元前の古代で行われていた暦は、その多くが月の満ち欠けの繰り返しで成り立つ、太陰暦であった。太陰とは空にある月のことである。しかし、十九日、または三十日からなる、月を十二回繰り返して一年とする、太陰暦では、 一年が約354日であり、太陽暦の一年に比べて約11日短く、3年ごとに約1ヶ月のズレとなる。このズレを放っておくと、暦が季節と大きく食い違ってしまう。そこで太陽の運行を参考にしつつ、純月という月を挿入し、一年を13ヶ月にすることによって、暦と季節のズレを正す方法が図られた。 太陰歴に基づくが、太陽歴の要素も取り入れている暦なので、純月を入れない、純粋太陰歴に限られると区別して、太陰太陽歴と呼ぶ。純粋太陰歴を特に意識する必要のない場合は、太陽歴と対比して単に、太陰歴と呼ばれる。日本で、太陰歴といった場合は、イスラームに関する文脈以外ではもっぱら、太陰太陽歴を指す。 古代では天体を観測して、純月をいつ入れるかが決められた。後に、メトン周期が発見されると、その原理に基づいて、純月を挿入する時期が決められるようになった。やがて古代ローマにおいて、ユリウスカイサルが暦を太陽暦に切り替え、ヨーロッパ中世に至って1582年から、グレゴリオ暦が広く採用された後は、イスラム教の影響下にある地域を除くほとんどの、 地域で太陽暦であるグレゴリオ暦が用いられ、現在に至っている。ヨーロッパでは太陽暦が広く用いられるようになった一方で、中国大陸や日本などといった東アジアの地域では、大陰太陽暦がそのまま公式に使われ続け、純月を暦に入れるため二十四節気が用いられた。純月の有無で一年の日数に差が出ることなどから、 現在、退院太陽暦を正式に用いている国はないと言われるが、中国をはじめ日本を除くアジア全域では、退院太陽暦に基づく信念が現在でも祝われている。日本では、明治5年に、退院太陽暦から太陽暦に切り替え、以後は、太陽暦が公式なものとして用いられている。人が最初に季節を知るための手がかりとしたのは、空の星であったと言われているが、 さらに月の満ち欠けも日にちを数える手がかりとして使われ、この月の満ち欠けをもとに世界各地で太陰暦という暦が作られるようになった。空の月が一番欠けた状態をた日と言い、このた日から約15日経つと満月になる。これを持ちという、持ちからまた約15日経つとた日となる。このた日、持ち、 一日の約30日間を1ヶ月とし、これを12回繰り返すことで1年とする。退院歴とは本来このようなものである。一日から一日へ戻る周期を作望月という。この一日たちもは、暦の上では30日か29日のどちらかになる。そして、後世30日は大の月、29日は小の月と呼ばれている。 一年のうちで30日と29日になる順番は年ごとに変わる。しかしこの退院歴をこのまま使うには問題があった。季節が暑くなったり寒くなったりする時期は地球が太陽を一周する日数の間で決まっている。しかし退院歴の一年は地球が太陽を一周する日数よりも約11日短い。これをこのまま使えば 暦と季節はずれを生じ続け、例えば暦の上では春のはずが実際の季節はまだ真冬ということになりかねない。そこでこうしたずれを防ぐため退院歴の1年を13ヶ月にする方法が多く取られた。1年の日数を1月分増やすことによって暦を遅らせたのである。そして再び暦と季節がずれを起こせばまた1年を13ヶ月にする。 本来の12ヶ月の他に挿入された月は純月と呼ばれる。世界で最も古くから単印歴を用いていたのはメソポタミア文明を作ったシュメール人であるが彼らが暦と季節のズレをどのように正していったのかは明らかではない。紀元前2000年頃のバビロニアでは単印太陽歴を用いていたが暦と季節のズレに対しては当初 適当に日や純月を足して済ませていた。やがて、バビロニア人は、19年の間に7回、純月を暦に入れると、ほぼ誤差なく暦を運用できる、メトン周期の原理に気づき、これに沿って、純月を暦に入れるようになった。メトン周期とは、地球が太陽の周りを19回巡る日数は、月の満ち欠けによる235ヶ月の日数とほぼ、等しいというものである。 メトンとは、バビロンでこの原理を知り、ギリシアに持ち帰った天文学者メトンの名に由来する。このメトン周期の原理は、世界各地でも知られるようになり、古代中国でも、陰の時代には天体を観測して、暦と季節のずれに注意し、純月が必要になれば12月の次に、1月足して13ヶ月にしていたが、春秋時代には、 メトン周期の原理に基づいて、順月を暦に置いている。古代ギリシアで使われた暦も、歴法にこのメトン周期の影響を受けたと言われる。なお、新バビロニア王国の歴法は、バビロン補修中のユダヤ人に受け継がれ、現在のユダヤ歴に引き継がれている。しかし、イスラム教が広まってからは、公式な暦としては、純体歴であるヒジュラ歴が、準公式、非公式な暦としては、 太陽暦が用いられるようになり、ユダヤ人社会を除く西アジアで、太陰太陽暦が用いられることはなくなっている。太陰歴において、暦と季節のずれを正すには、空の月以外のものを見なければならないが、それは同じく空にある太陽や星の位置によってであった。人々はまず季節を知る手がかりとして、自らが住む場所で見る星の位置や、その星の見える時期をもって、今が、 いつ頃の季節なのかを判断した。さらに太陽も季節の変わり目を知る手がかりとなった。夏は日が長く、冬は日が短いが、一年のうちで一番日の長いのはいつか、一番日の短いのはいつかといったことを長い年代をかけて見出していったと見られる。それが後に夏至や冬至と言われるようになり、また昼と夜の時間が同じになる頃は、春分や、 周分と呼ばれている。そして、大陰歴に起こる暦と季節のズレを正すために、これら天体の観測が利用された。メトーン周期の原理も、こうした天体観測を重ねて分かったことである。また太陽と星の観測はやがて二十四節気を生み出し、これが大陰太陽歴に用いられることになる。諸教の行天には、伝説の帝行が、 四方の神とも言われる吉と和氏に対して、日の長さと星の見える時期により、暦を定め国土を治めるよう命じたとされている。その暦に関わる箇所のみ抜き出せば、以下の通りである。これらは、日の長短と、鳥、日、巨、スバルという星々を観測することにより、春分、夏至、秋分、冬至をの斧のの日を定めるとしている。これらの星の観測は、 紀元前2000年前後にまで遡るが、紀3 0 6ウロクシュの下りは1年を366日としていることから、後世の知識が入っているという。ワイナンコ天文君には24期について、15日を経て、空の星を見ることで、当時をはじめとする24期の日がわかるとしている。古代バビロンとインドの単位対応歴は、24節期ではなく、王道十二宮によって、 純月を暦に入れている。バビロンではセレウコス朝以後にメトン周期の原理が用いられたが、それより、前の暦ではこの王道十二宮に基づいて、太陽の位置を計算し、純月を暦に置くことがあった。古代ローマの暦は当初、春を年初として作望月に基づく十ヶ月を定め、あとは適当に日数を加えて一年とする運用をしていたが、 紀元前8世紀の頃には1年を12ヶ月355日とする大引退用歴が用いられるようになった。しかし毎年コンスルが交代する共和制のローマ社会では政治家や新官が清掃の具として日にちや純月の挿入を恣意的に繰り返した。その結果、ユリウス・カイサルがローマで権力を手にした頃には、 暦が実際の季節から3ヶ月もずれるという事態になっていた。そこでカイサルは紀元前46年天文学者ソシゲネスの意見に従ってこの年の日数を445日にまで引き延ばし、翌紀元前45年から暦を削望月に寄らない太陽暦に移行させた。これがユリウス歴である。この暦は1年を 約365日とし、4年に一度2月にウルービを入れるなど現行で使われる太陽暦の原型となるものであった。その後、ローマ帝国領で発展したキリスト教でもユリウス歴を採用することになった。しかし、新約聖書に記されたイエスキリストの復活の故事はユダヤ暦の日付で記されているので、キリスト教最大の祝祭である復活祭を祝うためには、 太陽暦の揺り薄暦だけではどうしても不足があった。そこで揺り薄暦をもとに春分の日を3月21日に固定した上で月の作望を考慮し春分直後の満月の日を計算することにより復活祭の日付を算出した。この計算方法をエパクトといい境界歴の不可欠な要素として組み込まざるを得なかった。その意味で 現在のグレゴリオ歴に至るヨーロッパの暦は宗教面では太陽歴と太陰太陽歴の二重構造となっている。こうしてヨーロッパの地域ではユダヤ歴を除いて太陽歴が広く用いられることになったが東アジア地域では近代に至るまで純月の入る太陰太陽歴が公式に使い続けられた。詳細は中国歴を参照中国大陸でも 有史以来、作望月による退院歴が使われ、暦と季節のずれを正すためのウルーズ期が暦に入れられた。メトン周期の原理が知られるより前には、暦にいつウルーズ期を入れるかについては当時を基準にして定めることがあった。当時の日を一年の日数の始まりとし、当時が含まれる月を決めておく。そして暦をそのまま使い続けると、退院歴の一年は、 当時が再び来る日数より短いので、その決められた月に当時が来なくなる。そこでその年を、ウルーズキの入る年にして、年末にウルーズキを置き1年を13ヶ月とした。当時がいつ来るかの判断は、天体の観測による。中国では、古来より当時が、暦の基準として重んじられており、これは、後の時県歴にも受け継がれている。やがて、中国で、 メトン周期が知られるようになると、この原理に従って19年の間に7回、純月を置くようになった。これを、商王という。しかし、太陰歴の19年と7ヶ月は、実はわずかながら地球が太陽を19回回回る、日数より長い。たとえわずかでも長年にわたってそのまま暦を使い続ければ、暦と季節の間に大きなズレを生むことになる。それに気づいた。 当時の人々は、暦に、ウルウズキの入る割合を減らすことで対処した。これを、破傷法という。ただし、上で述べたウルウズキの入れ方だと、年によっては、一月も暦が、実際の季節からずれることがあった。そこで暦に二十四節気が用いられた。二十四節気は、地球が太陽を一周する日数を二十四等分、約十五日ごとに分けたもので、約十五日ごとに、 立春をはじめとする名称をつけ、石器と中期が交互に来るようにしている。その二十四石器を実際の季節の目安としたのである。そしてさらに二十四石器の中期でもって、純月を入れるかどうかを決めるようになった。成節から次の成節までの間を節月という。節月は約三十日であり、作望による一ヶ月よりも長い。よって、 暦と季節とのズレが蓄積されてゆくと、中期を含まない月が生じることになる。この中期を含まない月をルーズ期とし、また月明もその月に含まれる中期によって決め、例えば、雨水を含む月を1月とした。この歴法によって、順月を年末ではなく、年中に置き、暦と季節のズレも概ね半月程度に抑えることができるようになった。月明と、石気。 中期の組み合わせは以下の通りである。中国大陸では幾度となく改歴を経ながらも大陰太陽歴が長らく公式に使われてきたが、戦闘3年南京に中華民国臨時政府が起こり、この年の11月13日をもって暦を太陽歴に改め1月1日とした。しかし、 太陰太陽暦を古来より使い続け生活してきた一般民衆にとっては、そう簡単に太陽暦へ暦を切り替えることはできず、太陽暦はなかなか普及しなかった。その後、余曲折を経て、太陽暦が公式の暦として定まるようにはなったが、中国では、現在も太陽暦の他に、春節と称して、太陰太陽暦に基づく新年が祝われている。 西暦1895年に締結された下関条約の調印書。見開き右ページの最後に記された締結日は、すでにグレゴリオ歴を導入していた日本の日付が明治28年4月17日となっているのに対し、単院対応歴を採用していた新国の日付は、高所21年3月23日となっている。日本ではアスカ時代の元火力以来、 中国王朝が制定した暦をそのまま導入し、和りとして使用した。しかし上岸4年に導入された、洗明歴への改歴以後、およそ800年余りにもわたって洗明歴を使用し続けた結果、江戸時代の初めには、太陽の運行予測に約2日のズレを生じさせていた。そこで、状況元年10月、渋川春海の意見によりようやく、日本独自の大陰太陽歴である。 状況歴への改歴が実現した。以来、状況歴、法歴歴、完成歴、天保歴と独自の退院対応歴の使用が続けられてきた。しかし、明治5年11月、政府より退院対応歴から対応歴に切り替える胸の大上官布告が発せられ、同年12月2日の翌日をグレゴリオ歴に基づき、明治6年1月1日としたことで、 その歴史に幕を閉じた。なお1873年以降、天保歴の歴法による単印太陽歴は旧歴と呼ばれ、現在でも神宮歴やカレンダーに記されることがあるが、これらは何ら公的な裏付けのない歴法であることに注意すべきである。中国では古来よりウルーズキの入る単印太陽歴が用いられてきたが、清朝の時代から始まった歴では、 それまでとは違う、ウルウズキの入れ方をするようになった。その理由はこの時県歴において、二十四節気を定める方法に定期法を用いたからである。そもそも二十四節気を定める方法には、久式法と定期法の二つがある。これらについて、ごく大まかに説明すると、以下の通りである。ただし地球が太陽の周りをめぐる速度は一定ではない。 すなわち王道上を動く太陽の速度は一定ではないので定期法に基づく積気、中期の日数の間隔は必ずしも一定しない。定期法において二十四積気を定める基準とは地上から見た太陽の位置や王道がどこからどこまで移動するかであり、その移動にどれだけの日数や時間がかかるかということではないからである。故に定期法に基づく二十四積気は 一月分の中期から中期までの日数が季節により約2日の幅で伸びたり縮んだりする。それは例えば以下のように一般に出回っている太陽暦のカレンダーから中期とその日付を抜け出し並べてみても伺える。現在の日本のカレンダーに記される二十四節気は定期法によるものである。しかし王道が移動すれば昼の長さも変わるので定期法は春分や 周分の日などを正確に割り出すことができる。それに対し、久し式法は、起点とする当時の他は、王道の移動とは関わりなく、太陽暦の1年を24等分して定めこのことから定期法は、久し式法よりも、石器や中期の日付が正確に得られるとして、時兼歴に用いられた。ところが、この定期法の採用が、順月を暦に入れる上で混乱を招くことになった。 二十四節気による、ウルウズキの入れ方は、中期が決められた月に来るかどうかで決まる。しかし、定期法で割り出した二十四節気を用いると、中期が一月のうちに節気を挟んで二つも入ったり、また本来ならウルウズキは2、二三年に一度の割合で小読みに入っていたのが、純月を入れた、その数ヶ月後に再びウルウズキを入れる必要に、迫られるという現象を引き起こしたのである。これは、 上で述べたように、定期法では、中期から中期への日数が約2日の幅で変化するのが原因であった。久し期法では、設期、中期がほぼ15日置きに定まったことにより、こうした問題は起こらなかったのである。よって、従来からのウルーズ期の入れ方は通用しなくなり、時の履歴では、純月の入れ方を新たに工夫しなければならなくなった。そして、以下の手段が講じられた。 まず当時を11月の中期として定める。これは何があろうと当時を含む月は11月として動かさないということである。そして再び11月が来るまでの間が13ヶ月になったら、中期が来ない月を潤う月うとする。また中期が来ない月が2つできるようであれば、初めの中期が来ない月だけを潤う月うとする。表を用いて解説すると以下のようになる。 表には便宜上から始まる番号をつけた。の11月から次の年のの11月に至る、前までの月数は、通常ならば12ヶ月である。しかし当時から次の年の当時へ至る日数よりも、昨晩月による1年の方が短いので、そのまま暦を使い続けると、当時を含む月が1月分後にずれて13ヶ月となる。そこでからまでの各月で、 決められた中期の来ない月をのうるうずっきとする。要するに当時を11月に固定したことで、暦と季節のずれはからの間で、どうにかするようになったのである。日本では、天保歴で、都期圏歴と同じ定期法をとっている。日本の暦も天保歴より、前の暦では、久しき法であった。しかし、天保歴も結局は、一月のうちに中期が二つ入る例を作り、 純月も従来からの入れ方では通らなくなった。時の履歴と天保歴が定期法を採用したのは、いずれも当時の西洋天文学の影響による。広瀬秀夫は定期法の採用について、歴法は規則性を尊ぶということを考えるなら、定期の採用は歴法精神の対価を示すものと評している。日本の歴史で、明治5年以前、明治4年までの年については、 グレゴリオ歴による西暦を単純に当てはめると不適切な場合がある。例えば歓迎七年は、グレゴリオ歴では六百三十年二月十二日から六百三十一年一月三十一日までの間にあたり、歓迎七年の年末は、グレゴリオ歴で六百三十一年となる。つまり、単位対応歴の年末は、西暦ではすでに新年を迎え次の年になっているので、 日本の歴史上の出来事を、西暦の何年と当てはめる際には、それに注意しなければならないということである。赤楼市のち入りの日を、元禄十五年十二月十四日とするのを見ることがあるが、元禄十五年十二月は、グレゴリオ歴では1703年の1月から2月に当たるので、1702年とするのは、不適切である。また、グレゴリオ歴の日付では、 元禄15年の12月14日は1月30日に当たるが、打ち入りした時すでに死にやれ時を過ぎていたので、打ち入りは1月31日の出来事になる。よって、赤老子の打ち入りの日付を文献資料などに記載する場合には、元禄15年12月14日とするのが最も適切である。ありがとうございます。